どうも、うずです。本日の動画は、間もなく発売される PC 版のグランドセフトオート5のお話を簡単にしたいと思います。で、うずさんですね、PS3 でグランドセフトオート、発売日に買って遊んでいました。で、最近はね、PS3 自体はあまり起動してないから遊んでないんですけど、2015年4月14日、グランドセフトオートの PC 版が発売されます。まあ、PS3 でもね、結構やりまして、すごく面白かったんです、このゲーム。オンラインもね、繋がって。ただ、うずさん、やっぱりね、PC 版で遊びたいっていうのもあって、一応、PC 版をダウンロードする予定です。まあ、グラフィックの方がね、良くなっていたり、あとはいろいろね、追加コンテンツもあるのかな。あんまり内容見てないんだけどね。で、このグランドセフトオート5、PS4 の方でも、もうすでに発売されているんですけれども、まあ、PC 版のね、グランドセフトオート5は出るか出ないかっていうところで最初まあありまして、で、結局出るって決まってからもう発売日がね、延長してる感じなんですよ。で、まあ今回の4月14日はまあ間違いなく発売されるということなんでしょうけど、まあ、かなり待たされましたね。まあこのグランドセフトオート5、今更説明するほどのことはないんですけど、まあ動画でいっぱいもアップされてますからね。本当にね、このロスサントスという街があるんですけど、すごいね、広く作られていて、作り込みも丁寧で、本当お金かけて作られたゲームだなっていう感想がまああります。で、イベントも多いし、キャラクターも多いし、本当に面白いゲームなので、まあ今までのね、PS3 なんかで発売もとっくにしてますから、そういうので遊んだことがあるっていう人ももちろんですけれども、まだやったことがないっていう人がいましたら、パソコンでね、もしプレイできる環境がありましたら、ぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。今日久しぶりのね、ソフト紹介動画になるんですけど、本当にうずさん、このね、グランドセフトオート5は大作だと思います。もう作り込みがね、半端ないです。で、今回は本当にこのグランドセフトオート5、間もなく発売しますよ、PC 版がっていうだけの動画なんですけど、もしまだやったことがない人がいましたら、PS3、PS4、Xbox360、Xbox One 版がありますし、未経験の方はぜひこの機会にちょっと遊んでみてはいかがでしょうか。ではまた別の動画で、バイバイ。まあ本当にね、 PC 版のデモ映像なんですけど、本当にすごい綺麗になったんじゃないかなと思いまして、すごい今から楽しみです。まあね、オンラインでもね、遊べるんですけど、うずさんオンラインでやるほどの時間が多分持てないと思いますので、もしかしたらね、Steam を通してお誘いいただけるかもしれないんですが、なかなか一緒にプレイするのは難しいかなと動画の中で先に言わせておいていただきます。まあね、うずさんもね、本心で言えば皆さんとね、 Steam とかね、繋がって遊びたいんですよ。ザ・クルーだってそうだし、時間がないんだよ。ごめんね。